昨日27日未明、神聖ブリタニア帝国の艦隊がキャリフォルニア基地を出たことが確認されました。ブリタニア軍の発表では太平洋上での軍事演習とされていますが、専門家は中華連邦を牽制する動きと見ており、ブリタニアの艦隊か、何か不穏な感じがするな。こんな大規模の軍事演習なんてこれまでには。大丈夫よ、日本は世界で有数の桜台と採掘国ですもの。日本が攻められる対象にはならないわ。そんなことをすればユーロピア共和国連合と中華連邦を敵に回すことになってしまうもの。そうだな、考えすぎか。それよりも早くご飯食べちゃって。あなたもよ、ほら。なあ、ニュースを見たか？ブリタニアがナイト・オブ・ラウンズをアフリカ戦線に投入したらしい。 EU もヨハネスブルグを取られているからな。ここは戦力を投入してくるに違いない。中華連邦だってそうさ。ユーロピアが撤退したら今度は自国の領土に迫ることになる。例の太平洋上での軍事演習を気にかけてる場合じゃないだろうな。なんだか最近ブリタニアの軍事行動が盛んで不安になるな。こらお前たち、子供の前で不穏な話をしてるんじゃない。テストのケース17から25までを再開するから準備してくれ。すみません所長、すぐに準備します。お、夏休みの宿題をしながらリーナの面倒を見てくれてたのか、偉いぞ。先ほど日本政府より非常事態宣言が発令されました。繰り返します。先ほど日本政府より非常事態宣言が。何が起こったの？太平洋沖にブリタニアの艦隊が集まっているらしい。お兄ちゃん、何これ、怖いよ。大丈夫、リーナは僕が守るから。おい、生きているか？聞こえるなら返事をしろ。ルルーシュ、よかった、生きていたんだな。今引きずり出している。引きずり出す、ここはダメか。センサー系が全て死んでる。僕は確かルルーシュを追ってバベルタワーに行って、そうだ、ゼロに戻ったルルーシュの指示でカラレスの部隊と戦っていたんだ。僕は中階層の30階でブリタニアのナイトメアを足止めしていたけど、タワーが大きく揺れたから。それでなんだ、ゼロの秘策というのはこれか。やってくれ。飛び降りただと？何を血しまよって。うわっ、中層ブロックで足止めして味方を下層ブロックに集めるということ。上層ブロックの敵を一気に排除する方法があるということだ。なら下層ブロックに逃げ切れば生き延びる可能性があるはず。間に合ってくれ。ルルーシュ、20階を過ぎたら南の塔に逃げ込め。20階、南の塔へ。そうか、あの時粉塵に飲まれて。無事のようだな。相変わらず悪運の強いやつだ、ルルーシュ。ここはインフラストラクチャー階層か。ああ、下に流れているのは疎開の生活で使われている水路だ。天井に張っているのは疎開用の電気ケーブルだな。疎開での生活に必要なインフラが集約されているこの階層は疎開の至るところにつながっている。当然バベルタワーにもな。カレンたちもここを通って。いや、この階層が逃走ルートに使われることはブリタニア軍も警戒している。ナイトメアを有した大人数での逃走には向いていない。じゃあカレンたちはどうやって。
倒れたバベルタワーの中を通っていたのさ。倒れたバベルタワーを。そうか、君は仮想ブロックを爆破してバベルタワーを倒したのか。それで上層ブロックの敵を一網打尽にし、同時にカレンたちの逃走経路も確保したんだな。ああ、ついでにカラレスも排除しておいた。カラレスまで。すごいな、君は。条件さえ揃えばたやすいことだ。そうか。で、今はどこに向かってるんだ。アッシュフォード学園だ。学園に？君は監視されているんだぞ。お前も知っていたか。ああ、一年ぶりに復学したら何もかもが変わっていた。教師も生徒も見たことない人間ばかり。ブリタニアに捕まったはずの君は普通の学生として過ごしていて、ナナリーの代わりにロロなんていないはずの弟がいる。何より不気味なのが、みんながそれを受け入れていることだ。そしてそんな君たちを監視している奴らがいる。ルルーシュ、今の学園は異常だ。そんな学園に戻るなんて。だからこそだ。だからこそ俺は戻らないといけない。どういう意味だ。まあ待て。ここまで来れば大丈夫だろう。これでやっとお前ともまともに話をすることができるな、ルルーシュ。何の真似だ。いろいろ聞きたいことはある。君たちを監視している奴らは何者なのか。奴らはどうして C2 を狙っているのか。 C2 をおびき出すために君を利用しているのはわかる。しかし、どうやってこの状況を作り出したのか。監視するためだからといって人の意識をねじ曲げることなんてできやしない。しかし、現に君はゼロであることやナナリーのことを忘れていた。会長たちだってそうだ。あのロロとかいう正体不明の少年をナナリーの代わりに君の弟だと思い込んでいる。人の意志をねじ曲げる力は存在する。そう認めざるを得ない。だから君も持っているんだろ、その力。人の意志をねじ曲げる力。だとしたらどうする。軽蔑するのか、それとも恐怖するのか。自分の意志が自分のものではないのかもと。俺によってねじ曲げられたんではないかと。いや、それはない。僕の復讐は僕だけのものだ。7年前のあの日、いろんなものを失った。大切な家族、大切な思い出、自分自身を形作るもの、全てを奪ったブリタニアへの復讐は。だから聞きたいことはただ一つだけだ。あの力、ルルーシュは何のために使う。ふん、そんなこと聞くまでもない。ブリタニアをぶっ壊すためだ。みんなの記憶をねじ曲げ、ナナリーを奪ったあいつらを許せるものか。そうか、ならいい。いいのか、この力。ギアスのことを聞かなくても。ギアスというのか。必要があるなら聞く、必要なければ聞かない。さっきも言った通り、僕の復讐は僕だけのものだ。それがねじ曲げられないのであれば知る必要はない。なぜなら僕と君の目的は一緒だからだ。そうであるなら僕たちの契約はまだ生きている。お前は相変わらずだな。しかしいいだろう、お前との契約はまだ生きている。一緒にブリタニアを壊そう。ああ。それで、君はこれからどうするつもりだ。君のことだ。何か算段があるんだろうが。俺はあの囚われの学園で全てを取り戻す。それまではお前も待っていてくれ。今俺を監視している奴らにゼロの記憶が戻ったことがバレるとナナリーの身が危ない。そうか。ロロに成り代わられている以上、ナナリーが捕らえられている可能性が高いのか。ああ、だがすぐに学園に戻れるようにしてやるさ。わかった。
それまでは不良学生を続けることにする。そうだな。得意だろ、サボりは。これでも軍に入って生活態度は改めた方なんだ。しかしその立場利用させてもらうぞ。おそらく朱雀からも接触があるだろうからな。分かっている。何か動きがあったら連絡する。この一年で昇進したからね、少しは軍でも融通が効くようになったんだ。ほう、何か大きな戦果を上げたのか。いや、それが軍を襲った正体不明機を撃退しただけだ。正体不明機だと。ああ、式根島で大怪我をさせられた金飾りのやつだ。あれが東京疎開にも現れて。おい待て、その式根島でお前に大怪我を負わせたナイトメア、ブラックリベリオンの時にも現れたのか。ん？敵味方関係なく暴れ回っていたけど、まさか正体を知っているのか。ああ、お前に借りがあると C2 に頼まれて調べたんだ。その金飾りのナイトメアに乗っていたのはお前の叔母カーリー・ディゼルだ。え？私はここに合衆国日本の建国を再び宣言する。この瞬間よりこの部屋が合衆国日本の最初の領土となる。人種も主義も宗教も問わない。国民たる資格はただ一つ、正義を行うことだ。これより先は我が中華連邦の領土となるな。わかった、後日外交の場でお会いしよう。ここはもういい、清朝に引き上げるぞ。ゼロ、果たして彼の利用価値は。ブリタニア軍ならすでにお帰りいただいた。それともゼロの身内のものかな。さあどちらなんでしょう。謎かけは好みではない。ええ、僕もそうですよ。知りたいんです、真実を。だから殺しに来ました、ゼロ。電話です、ただの。ロロ、大丈夫か。兄さん、よかった、連絡が取れないから心配したんだぞ。無事なんだな、安全なところにいるのか。どういうことなんだ、今演説しているゼロは別人。兄さん、今どこにいるの。何言ってるんだ、お前こそ今。あ、ロロ、私だ。ピレット先生、ルルーシュは学校に戻ってるぞ。これから補習だ、お前も早く戻ってこい。はい、わかりました。電話は終わりか、少年。終わったみたいです、いろいろと。黒の騎士団の残党とゼロを名乗る人物は未だ中華連邦総領事館の一部に立てこもっています。しかしご安心ください、負傷したカラレス総督に代わってギルフォード総督代行が率いる軍が完全に領事館を包囲しております。これで疎開の安全は確保されたと言えるでしょう。すごい騒ぎね、ルルシュ。当然だろう。え？自分たちの領土の中に突然国ができたんだ。しかもその国が宣戦布告してきたとあってはな。なんだ、いつの間に入れ替わってたの。演説の前。え、だって声は録音、現れた時点ですでに別人。マジックショーと同じだな。気に入らないわね、私たちにまで秘密にするなんて。私たち？私にだろう。うん、正体不明機だと。ああ、式根島で大怪我をさせられた金飾りのやつだ。あれが東京疎開にも現れて。おい待て、その式根島でお前に大怪我を負わせたナイトメア、ブラックリベリオンの時にも現れたのか。ん？
敵味方関係なく暴れ回っていたけど、まさか正体を知っているのか。ああ、お前に借りがあると C2 に頼まれて調べたんだ。その金飾りのナイトメアに乗っていたのはお前の叔母カーリー・ディゼルだ。え？カーリーだって。ああ、独自のラインだが確実な情報だ。俺も追って調べてみる。しかし二度もお前の前に現れたのなら偶然だとは考えにくい。狙いはお前である可能性が高い。とにかく気をつけろ。わかった、気をつけるよ。カーリーが僕を狙っている。おそらくそれは間違いない。式根島の時もブラックリベリオンの時も明確に僕を狙っていた。しかしその一方でしつこいぐらいに肉親として僕の身柄を引き受けようとするカーリーの目的は一体何だ。それにあの夢、僕には妹がいた。リーナという妹、どうして忘れているんだ。リーナはどうなった。やはり両親と一緒に。スザク、ルルーシュと入れ替わった C2 が扮するゼロの演説、あれを見ての連絡に違いないなら。はい、ガーフィールド。君は今どこにいる？エリア11か。え、ああ、スザクには話してなかったっけ？ほら、例のポーランドの件で謹慎中だろ。キャメロットで腐ってたら、ロイドさんたちに復学したらって言われてさ。クラリスさんにも会いたかったし。ああ、知ってる。それよりもルルーシュは、近くにいないのかい？それだよ、スザク。え？なんだかおかしいんだ。ブラックリベリオン。あれだけ大きなテロがあったから1年経っても混乱しているのはわかる。でも先生もクラスメートも知らない人ばっかりでさ。それにルルーシア会長たちも変なんだ。変？何かおかしなところが。ああ、ロロって男の子、ルルーシの弟だとか言うんだ。それにナナリーがいない。もしかしてブラックリベリオンの時に何かあったのか。スザクは何か知らないのか。ごめん、僕にもわからないんだ。知らないとは言わない。言えないのか。それで君は学園に通っているのか。いや、怖くて少し距離を置いているよ。それがいい。それよりゼロが復活した、警戒を強めてくれ。ああ、それでか。え？ゼロが復活したからルルーシュや僕たちのことが心配で連絡をくれたんだろ。ああ、そうなんだ。急に悪かったね。じゃあ。ルルーシュの記憶は戻っていない。あのゼロはルルーシュじゃないのか。記憶の改ざんを受けていない彼の言葉は信頼性が高いが、しかしどうする。記憶の改ざんを受けていない彼は完全なイレギュラーだ。そのことが知られると彼の身が危ない。本来ならば、シャルル皇帝に報告すべきだが。クルルギ卿、こちらでしたか。どうした、レド。マルディーニ卿からシュナイゼル殿下がお呼びだと。おそらく EU への侵攻の件かと思いますが。わかった、すぐに向かう。今は欧州攻略を優先しなければならないか。スザクは現状を知っていた。だからこそ学園を指してルルーシュにとっては閉じ込められているとは感じない確かな牢獄と形容できた。つまりスザクは全てを知っている。ゼロの正体がルルーシュであることも、生徒会みんなの意識がねじ曲げられていることも、そしてロロの存在とナナリーの行方も。しかし誰がこんなこと。いや、スザクはナイト・オブ・ラウンズ、皇帝の直属の騎士だ。そのスザクに命令を出せるの皇帝のシャルルのみ。そうであるなら皇帝シャルルがルルーシュを使って C2 を狙っているのか。ありえない話ではない。 C2 はブリタニア軍に追われていた。シャルルがその身柄を求めていたというのなら辻褄が合う。事態は想像よりも大きそうだな。また電話、知らない番号だな。はい、ガーフィールド。え、
クラリスさんが倒れた。ゼロを見て。はい、バベルタワー事件の直後に流れたゼロの姿を見た途端に気を失われて。おそらく心因性のショックによるものだと考えられます。今日の映像はショッキングだったので、お母様以外にも多くの方が体調不良を訴えられていますので。そうですか。しばらくは安静にしておくのが一番ですね。では。ありがとうございました。皆さんも付き添いありがとうございました。ここからは僕が付き添いますので。はい、では私たちは仕事に戻ります。社長の目が覚めたら会社は大丈夫だから少し休んでとお伝えください。ありがとうございます。伝えておきますね。そうか、クラリスさんはブラックリベリオンの時に怖い目に遭ったから。ごめんね、クラリスさん。シュネ、君は護衛艦フェニックスでバックアップだ。バックアップ、それはつまり待機ということでは。どうしてです？機体を修理中だからですか？大丈夫です、私も行きます。おいシュネ、他の機体でも出られます。お願いです、作戦に参加させてください。そうじゃないと私は。シュネ、クルルギ卿。機体だけのことじゃない、君はポーランド戦において傷ついた、それが理由だ。ヘンリックのことをおっしゃっているんでしょうか。ヘンリック・ゲーラー、調べさせてもらったが、お前のヘクセン家と懇意にしていた家の人間らしいな。隠すつもりはありませんでした。ヘンリックとは確かに面識がありました。だからといって命令に背く意思はありませんでした。私はあの時何度もヘンリックに攻撃しようと思ったんです。うまく動かなくて。仕方ないさ、同じブリタニア人、それも顔を知っているならなおさらな。だがクルルギ卿が言いたいのはそういうことじゃないと思うぞ。え？クルルギ卿はポーランドの件でお前を責めたりなんかしていない、その逆だ。逆とは？シュネ、君は傷ついている。身体的にもそして心も戦うには覚悟が必要だ。傷ついたままでは戦うことはできない。だから今の君には休息が必要なんだ。でもクルルギ卿は。自分には覚悟がある、戦う覚悟があるから大丈夫なんだ。そうだ、僕には覚悟がある、叶えたい理想を成すための覚悟があるから。どうぞ。おはよう、クラリスさん。具合はどう？おはよう。今日も来てくれたのね。うん、体の方は平気。別に病気というわけではないしね。だから毎日来なくても大丈夫よ。そうは言っても倒れたのは事実でしょ。この機会にゆっくり休んだ方がいいよ。どうせクラリスさんのことだから、僕がいない間もずっと働き詰めだったんだろうし。それはそうなんだけど。あ、そうだ、昨日学校の帰りに新しいお店を見つけてね。ほら、プリン、クラリスさん好きでしょ。一緒に食べようと思って。ありがとう。でも学校は大丈夫なの？え、ああ、うん、今日は午前授業だったから多分。え、なんでもないよ。さ、食べよう。ルルーシュ、オーブン。はいはい。塩、フライパン、卵、ベシャメルソース、ジェラートは別皿。ああ、ローズマリーは出して、ソルベに。それとザワークラウトはディルシードね。シュバルスベルダーキルシュトルテは無理ですよ。そんなに、どうして俺だけこんなに。仕方ないでしょ、ビバルはアジオンチだし。彼はさっさと帰っちゃうしさ。あいつまだ軍の仕事で忙しいらしいですよ。そうなんだ。それで復学したってのにあんまり学校に顔を出さないんだな。そうなるとあとはシャーリーだけど。うわ、うわ、うわー。
細かいことは苦手でしたね。よくわかりました。うん、素直でよろしい。にしてもこの手のキャラは生活力がないってのがお約束なんだけどね。家計簿までつけてるからな。なぜ知っている？え、本当だったか。うわ、タオルいる？自分でやります。会長、聞いていいですか？答えないかもしれないけど、いいよ。今日は俺とロロの生還記念パーティーですよね。うん、テロ事件からよくぞ生還した。もうシャーリーなんて大変だったんだから。私、ルルが死んだら。そういやロロは声はかけたんだけど、ほら兄と違ってナイーブで。そんなんだから友達いないんじゃないの？おとなしいって言ってあげなよ。ついてんだけど、いろいろと。あ、ごめんなさい。ほら、ベタベタになっちゃったじゃない。みんなナナリーのことを覚えていない。いや、妹のナナリーが偽りの弟にすり替わっている。俺の記憶を変えただけではなく、生徒会のみんなまでおもちゃに。なんてこと。バベルタワーの事件以降もルルーシュ・ランペルージュに特段の変化は見られません。校内には180の隠しカメラ、偽装した監視も47名、監視は48名、カルダゴ隊の全滅とルルーシュを結びつける情報は今のところ存在しません。監視は完璧、ギアスを使う隙間もない。奴がゼロなら学校に戻ってくるのも妙だし。結局C2 はどこにいるんですか？ルルーシュと接触していないとしたら、総領事館にいる可能性は低い。つまり事件前と一緒、どこにいるかわからない。それどころかイレギュラーが増えた分、僕たちの作戦に支障が出る可能性が高い。イレギュラー？ガーフィールドか。僕たちがルルーシュの監視をする前の学園を知っている。あいつは何者なんだ？奴について分かったことは？それがなんともつかみどころのない人間でして、学校に来ないので聞き取りもできず、身辺を探っていたカルタゴ隊も全滅し、唯一追加で得ることができたのは軍の予備役だということです。何？ブリタニア軍に所属しているのか？どこの部隊だ？特別派遣共同技術部という特殊部隊です。シュナイゼル最将直属の完全なトップダウンの組織のため、情報が追いづらく。こっちも何も分かっていないのと同じじゃないか。先の横浜ノースドックとバベルタワーの件で、我々は人員を大きく減らした。人員が追加されるまではイレギュラーといえども無駄な人員は避けない。我ら機密情報局は C2 捕獲作戦を続行する。各位、これまで通り餌の監視を続ける。イエスマイロード。敵の中枢は監視データの送信先、ここまではいい。問題はナナリーだ。みんなからナナリーに関する記憶を奪ったのは、学校にナナリーが現れないと知っているから。つまりブリタニア皇帝がナナリーを握っている可能性が高い。相手は実の子供ですら道具として使う男だ。俺の記憶が、俺がゼロに戻ったと知られたらナナリーが危ない。下手には動けない。欺くんだ、俺を監視している連中を。それからルルーシュ、明日の授業もちゃんと受けろよ。わかってますよ。そんなに信用ないですか俺って。ビレッタヌー、かつて俺がギアスをかけた女。俺のギアスは一人に対し一回しか使えない。つまりこいつにはもうギアスは通じない。ならば存在しないはずの弟、まずはこいつから優しく攻略してあげようか。ダーガン隊、損耗率 60% を超えました。上陸ポイントまで後退します。ポイントガンマにて敵部隊の増援を確認。このままではクリバー隊が分断されてしまいます。どうにも攻めきれないね。ポルトガル、スペインと敗退が続いていますから、敵にも後がないのでしょう。地形の不利もありますが、あれだけの数の戦力を投入されると、いくら我が軍でも簡単には。となればここが正念場だが。ナイトオブセブン、
クルルギ卿から通信です。繋いで。シュナイゼル殿下、自分が行きます。行くってそんな短期で行くつもり？いくらランスロットがフロートを装備していると言っても、あの数のパンツは踏んでるよ。地形的にも敵軍の方が有利だし。カノン、失礼しました殿下。頼んだよクルルギ卿。イエス、ユアハイネス。クルルギ卿、いくらなんでも無茶です。俺もレドは陣形が崩れた後、上陸部隊を率いてくれ。イエス、マイロード。では行ってくる。ランスロット、エアキャバルリー、発艦。左翼ドイツ中軍が攻勢に移りました。オランダ公兵、地雷原制圧。右翼もイタリア州軍にしてはよく持ちこたえている。今夜のボルドーは勝利の美酒となりそうですね。直上より未確認位置。何？ランスロット？ブリタニアの白き死神。ラウンズが前線に。降伏してください。勝敗は決しました。武器を捨てた者を自分は撃ちません。ふざけるな。撃ち取れ。敵はたった一機だぞ。残念です。まだ続けるつもりですか？よろしいのですか？単独作戦行動など。もともとクルルギは殿下の部下で。今はナイトオブセブン、皇帝陛下の直属だよ。しかし喜ぶべきことだろう。彼の英心は、世界は未だ悲しみで溢れている。彼には道しるべとしての自覚と責任感があるのだから。たった一騎で戦況を覆した。こんなの戦術も何もあったものじゃないな。恐ろしい人だよ。まったく。あの人はまた一人で。くそ、どうして私はあそこにいないんだ。私はあの人に近づきたい。これで欧州は落ち着くだろう。そうなると次は確かめるんだ、奴を。ゼロ。ニーナがいない。アーサはスザクが連れて行ったのか。ん？どうしたの？アルバムなんて、それ生徒会のマラソンダンスのファイルでしょ？会長のイベント好きにも困ったもんだよ。ああ、失恋コンテスト。泣けるよな。優勝したリバルにトロフィーを渡すのが会長だなんて。よく逃げられたね。え？ニュースで言ってたでしょ？バベルタワーは軍が完全に包囲してたって。兄さんはどうやって包囲を破ったの？何言ってるんだよロロ。それを言うなら、どうやってテロリストから逃げたかだろ。あ、非常通路があってさ、お前に連絡しようとしたんだけど、あの状態じゃ携帯がさ。そう。そうだ、そのロケットは誕生日プレゼントに俺が渡したんだ。いや違う、あの日は10月25日はナナリーの誕生日。ロロ、そのロケット。え？よく考えたら、男にロケットってのもな。もっと別の。ダメだよ、これは僕がもらったんだ。だから僕のなんだ。ああ、わかったよロロ。はい、ルルーシの監視状況に変化はありません。ギアスを使った形跡も皆無です。ギアスの詳細は私にはわからん。教団の。あ、お話し中のようでしたら後で。よせロロ、同じミッションの仲間なんだから。上の指示を。
かれた可能性があります。ギアスのことは東京セクションでも僕らだけの機密ですから。しかしこれで何人の隊員を。最も確実で迅速な方法でした。違いますか？ゼロの宣言、あれからすでに3日か。現在アルフレッドの部隊が監視を続けていますが、奴らに大きな動きはありません。調査の結果、バベルタワーで事件を起こしたのはやはり光月カレンら黒の騎士団の残党で間違いない。すまない、私が奴らを取り逃したばかりにこんなことに。カラス卿、済んでしまったことで気に病むのはよせ。今我々がすべきことはエリアの平定だ。そうです、我々も警戒していたにもかかわらずゼロの復活を阻止できませんでした。カラス卿だけの責任ではありません。わかった、ケイラの言う通りだな。一刻も早くゼロと黒の騎士団を排除し民を安心させねば。しかしどうすればよいのでしょうか。奴らに動きがなければ我々は総領事館に手出しすることはできません。ええ、エリア11にあったとしても総領事館は他国、手を出せば国際問題になってしまいます。わかっている。こうなった以上はゼロが動かざるを得ない状況を作る。ゼロが動かざるを得ない状況を？そんなことが。このような手段しか思いつかない自分が情けないがな。やるしかあるまい。合衆国日本の成立からすでに3日が経つ。いつまでもブリタニアが睨み合いを続けてくれるとは思えない。中華連邦本国でも総領事更迭の動きがある。なのに未だルルーシュから次の指示は来ていない。一体何を。あなたはゼロなんでしょう。あ、そっか、ブリタニアからの引き渡し交渉は遅滞させています。一週間程度は持つかと。ゼロに伝えておく。それより中華連邦政府も。シーツー、考えてみたらあんたがバニーやった方が話早かったんじゃないの。ゼロは女。そうだ。違います、バラすのが早すぎる。遊び心のない女だ。ゼロで遊ばないで。言えるぞ。はじめまして、光月カレンさん。グレン錦のパイロットですよね。どうして。興味があるんです、あなたたちに。うん、大変です、王妃さんたちが。え、聞こえるかゼロよ。私はコーネリアリーブリタニア公女が騎士ギルバート GP ギルフォードである。明日15時より国家反逆罪を犯した特一級犯罪者256名の処刑を行う。みんな。扇さんたちを処刑だって。ゼロよ、貴様が部下の命を惜しむならこの私と正々堂々と勝負をせよ。ギルフォード、やってくれる。あれ、ルル一人。ああ、シャーリーこそ水泳部は。それがさ、私誕生日プレゼント買う係になっちゃって。誕生日。顧問のビレッタ先生、私だけいつも怒られてるからちょうどいいってみんなに。でも苦手なんだよね、プレゼントとか選ぶの。やっぱりお酒かな、好きみたいだし。でも銘柄なんて。付き合おうか。え、だからプレゼント選ぶの。え、いいの本当に。これから行くんだろ。うん、ネタの提供ありがとうございます。止まらなくなったお前のギアスを防いでくれる。光情報を遮断するだけでいいのなら普通のカラーコンタクトでも。
探りの会話はよせ。察している通り、それはスペシャルだ。しかし、お前のギアスが今よりも強くなったら。それまでにはケリをつけるぞ、このゲームに。出かけるの？プレゼント選びの手伝い。ヴィレッタ先生の誕生日なんだ。誕生日？そう。大事だよね、誕生日は。じゃあ、行ってくる。行ってらっしゃい。ルロ。うわっ生徒会長。ルロ、あんたも来なさい。え？コミュニケーションよ。もしもし、おや君、休暇を満喫してる？休暇ではなく謹慎中ですけどね。それに一応復学したんですが。なんだか大騒ぎになってるみたいだね、そっちは。はい。先日のバベルタワー事件からのゼロの宣言で、東京疎開全体が緊張状態にありますね。なるほど。それで僕に連絡を取ってきたってわけか。はい。僕はどう動けばいいかと思いまして。そう言われてもね。今は殿下がこっちにいなくって。ニュースで見ました。ユーロピアのグランビルで大規模な戦闘があったって。そうなのよ。だからユーロピアのシュナイゼル殿下が戻られ次第、私たちキャメロットの方針が決まるそうよ。それまでは待機になるわね。そうですか。何かできることがあればよかったんですが。君は真面目だな。そんなことありませんよ。なんだか落ち着かないんです。清張に手伝いに行くこととかできませんでしょうか。清張に？そうは言っても管轄が違うから。あるよ、清張に行く用事。え？君、キンメル教のことは覚えてるでしょ。ええ、もちろん。戦場を共にした仲ですし。彼、もうすぐエリア11に着くんだ。もうすぐ？もうすぐってどれぐらいなんです？あと1時間ぐらい。え？そんな急に？急じゃないよ。実戦でテストするからってヴィンセントの先行量産機をエリア11に送っててさ、そのパイロットにって前から決まってたんだもの。そんな話、私も聞いてませんよ。だって他の部隊の話だもの。知ってても意味ないじゃない。そんなわけないでしょ。今こうやって話題になるぐらいなんですから。あれ、それもそっか。まったく、ロイドさんたら。まあとにかく、彼を清張に連れて行くって用事があるけど。わかりました。なら僕がキンメル教を清張にお連れします。よかった。実は清張がゼロの件で立て込んでるらしくてさ、誰もキンメル教を迎えに行けないって連絡があって困ってたんだよね。渡りに船とはこのことだね。東京の清張にはこっちから連絡を入れておくからよろしくね。相変わらずだな、ロイドさんは。しかし、渡りに船はこっちにとってもだ。奥義さんたちの処刑に対し、ルルーシュも必ず動くはず。少しでも役に立つ情報が手に入れば。うん。俺も知識だけだから。しょうがないんじゃない、その辺は。キフワインだと甘口すぎるかな。ショプロンあたりか。デート？これってデートかな。デートかも。よし、デートにするぞ。計算通りだが、まさかロロまで連れてくるなんて、会長らしいな。男女交流生態学会のいい発表材料になりそうね。はあ。だからって兄貴の尾行に誘いますか。ロロだって興味あるでしょ。ひょっとしたら家族になるかも。おお、家族。対象は想定ルート、ゼブラを通過。よし、7班と交代、2班は C2 の接触を警戒せよ。イエス、マイロード。周辺クリーニングに入ります。本当にゼロじゃないんだろうか。わざわざバベルタワーで罠を張った。つまり敵は疎開の総督府ではない。さすがに誰が監視者かは分からずだが、システムそのものには隙間がある。ゼロなら明日の部下の処刑を見過ごせないはず。
やはり記憶は戻っていないのか。あの、ここはどう書けば。はい。すみません、お願いしてもいいですか。はい、何でしょうか。実はですね、お待たせ。あ、何見てたんだ。あれケーブルカーって一度乗ってみたいなってああ、俺のせいだ。俺のせいでシャーリーは記憶を、会長もリバルも記憶を勝手に作り変えられて、いつまでもこのままじゃいけない。全てが終わったらきっと君を。どうしたの。いや、会長たちがつけてる。え、嘘。シャーリー、俺にいい考えがある。ん、成長にはどう行けば。キメル教、ガーフィールド準備。どうしてエリア11に。何を言ってるんです。僕はここの出身ですよ。ついこの間こっちに戻ってきたんです。そこであのゼロの宣言でしょ。ああ、見たよ。それで東京の成長も立て込んでいるらしくてね、連絡がつかなくて困っていたんだ。だから僕が来たんですよ。ロイドさんから聞いたので。そんな、私のためにわざわざ。気にしないでください。成長にはロイドさんたちが連絡を入れてくれているそうです。助かったよ、ガーフィールド準備。いえ、それじゃあ行きましょうか。対象が店舗に入ります。アルファ14、小さな店です。店内だと察知される危険が。店舗前で待機。裏側へ3人回れ。しばらくここで俺が中にいるふりをしてくれないか。どういうこと。こっそり店を出て会長たちを驚かしてくる。うん、わかった。普段俺が使わない店、ここなら監視カメラも盗聴器もないはず。シャーリーはたわいのないいたずらだと思っている。万が一失敗しても彼女に迷惑はかからない。ギアスの仕込みも済んだ。あとはい、表参道モール警備室です。え、黒の騎士団。以下の要求に従わない場合、そちらに仕掛けた爆弾を爆発させる。違う、ゼロのはずがない。函館疎開よりお越しのマクシミリアン様、函館疎開よりお越しのマクシミリアン様、お電話が入っております。これってテロの警戒。きっと黒の騎士団よ。ゼロが復活したし声が大きい。お客様に気づかれる。だってん、店員の様子がおかしい。表参道モールに黒の騎士団より爆破予告です。配置は動かすな。 C2 の接触に備えろ。条件はクリア。あとは点火ボタンだけ。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1。黒の騎士団テロ。なんだこれは。 いない。 しまった。なんだロロ。離れないで。ロロ、いない。対象を見失いました。スコーピオンからの報告はどうしますか。ロロ、治安維持のため携帯に緊急ジャミングが。中佐、スコーピオンからの報告が最優先では。私が現場に向かう。
パニックというのはこうやって作るんだよ。兄さんの位置は？誰もいない。 C2 を探しに行ったんだよ。やっぱり目覚めていたの。尾行者を俺の奴隷に絶対支配下に置かせてもらった。やはりお前たちは C2 の捕獲が最優先らしい。たとえ間違った情報でも。この鳥かごみたいな学園は今から俺の自由の城になる。そしてお前はナナリーを探すための駒になってもらう。は、何？ギアス、時を止めた。ルルーシュ、その悪魔の瞳と共に死ね。大変です、ゼロ。中華連邦が突然。黒の騎士団はここで滅びよう。はい、殺した人の数は覚えていません。歯を磨いたり食事をしたことを数える人はいません。同じことです。僕のギアスは暗殺に向いている、そう言われました。だから殺してきた。他にいるところもなかったし。潜入工作、弟役ですか？僕にやれるでしょうか？僕は親も家族も知りませんから。いえ、それが命令なら。僕の兄はルルーシュ・ランペルージ。お前のギアスは時を止める能力か？答える理由はありません。僕に与えられた指令は、ルルーシュ・ランペルージの記憶が戻ったなら、ゼロが復活したなら抹殺する。16、17、18。何です、その数字は。19。お前が現れた時から俺は心の中で時を数えていた。だが今はその数値がずれている。なぜだと思う？ナナリーを探すための駒になってもらう。ロロ、お前が止めたのは時間ではない、俺の体感時間だけだ。それが分かったところで僕には勝てません。そう、誰も僕と同じ時間は生きられない。ロロ、お前は正しい。すぐに俺を殺さないのは分かっているからだろう。このままでは二つとも手に入らないと。二つ？一つはこの俺を餌に探していた C2。 俺を見逃してくれたら C2 を引きずり出してやろう。売るのか C2 を。自分の命とは比べられないからな。もう一つは？お前の命。命なんて。ロロ、未来とは何だ？え？未来とは希望だ。お前の任務の先に希望はあるのか？ C2 を捕まえることでお前にはどんな未来が開ける？今のままでは何も変わらない。これは任務だ。俺を殺したら任務は果たせない。 C2 を捕まえたいんだろ？明日、俺が C2 を引きずり出してやろう。それでお前は新しい未来をつかめる。大丈夫、嘘はつかないよ、お前にだけは。青森を思い出すわね。あれよりはマシだろ。全員服を着ているからな。総領事にはゼロがギアスをかけたんでしょ？なのにどうして？さあな。ただここを取られると私たちとルルーシュはまたバラバラに。うん、意外だな、一人で来ると。中華連邦の総領事は合衆国日本を承認したはずだけど。その方は亡くなられる予定だ。
それともここで黒の騎士団がついえる道を選ぶか。待て、いきなりそんな。わかった。総領事は私たちと戦って死んだことにすればいい。シズ、ゼロは思わぬ引き金を引いたらしいな。高邁なる野望か、俗なる野心か。明日 C2 を。ああ、リバルからだ。出ても。どうしたんだリバル。つながった。ルルーシュ今どこにいるんだよ。どこって学園だよ。なんかテロ騒ぎあってさ、一緒にいたシャーリーとも連絡が取れないから一度戻ってきたんだ。そうだったのか、心配したぜ。もしかしてロロもいる？ああ、隣にいるよ。ロロもテロに巻き込まれそうになったから戻ってきたらしい。よかった、ルルーシュもロロも無事だって。リバルたちも早く戻ってこいよ。人のことをつけ回したりしてないでな。なんだ、バレてたのか。わかったよ。それよりさ、戻ったらちょっと付き合ってくれよ。俺のバイクが見つかったらしいんだ。本当か？それはよかった。もちろん付き合うよ。俺たちが借りててバベルタワーに置きっぱなしにしてしまったのが原因だからな。そんなの気にすんなって。じゃあまた後でな。というわけだ。この後リバルと出かけるが、どうする？ついてきてもいいんだぞ。監視の必要があるんだろ。やめておきます。表参道モールの件をごまかす必要がありますし。でも忘れないで、期限は明日までだということを。とりあえずロロが待つだけの時間は稼いだ。 C2 が手に入るとなれば、俺の記憶のことは見過ごしてくれるだろう。だがあいつの根源は何だ？ブリタニアでの出世や忠誠とは違うようだが、とするともう一つのラインを探るべきか。危険なカードだが、その分価値はある。躊躇する余裕はない。明日には東堂たちが処刑されてしまうのだから。あれ、ルルーシュとリバルじゃないか。ん？あれ、学校サボってこんなところをうろついてるなんて不良だな。それはお互い様だろ。それに僕はサボってるんじゃなくて仕事中なんだ。ガーフィールド中尉、彼らは学校の友人かな？ええ、そうです。同じ学校のルルーシュとリバルです。こちらはトーマス・キンメル卿、軍のパイロットだ。軍の軍人さんだったのか。はじめまして、リバル・カルデモンドです。ルルーシュ・ランペルージです。はじめまして。ガーフィールド獣医には清張に連れて行ってもらう途中でね。サボってるわけじゃないんだ。清張に聞かれてましたか。そう、僕はキンメル卿を清張にお連れするところなんだ。それで二人は？ああ、バベルタワーに止めていたリバルのバイクが見つかったらしいんだ。そこで警察署の方に確認にな。そうなんだ。ところでロロは？今日は一緒じゃないのかい？ああ、ロロはクラブハウスで留守番してる。留守番か。そうだルルーシュ、この前話したゲーム、仲間が処刑されそうになって詰まってただろ。ゲーム、そうだな。監視役の目が厳しくてな、情報が少しでも多いと助かるんだが。そうだと思ったよ。処刑の方は僕が攻略ルートを探るから、ルルーシュは監視役の方を何とかしてくれないか。わかった。じゃあまた連絡する。では行きましょうか、キメル卿。ああ、でもゲームの話はもういいのかい？君の年頃はもっと友達と。いいんです、今は成長に急ぎましょう。じゃあ。ああ、また学校でな。あいつ、奥義たちを助けるために成長で情報を探るつもりか。ギルフォードたちの動向が分かるだけでも正直助かるが、そうなるとやはりネックなのはロロだ。どうする、俺のギアスはロロにバレている。なんとかロロを殺せたとしても俺の記憶が戻ったと気丈に知られてしまう。そうなればナナリーが、はい、
ナナリを救い出すまでは学生のふりを続けるしかないか。幸い、ギルフォードたちと机上のつながりは薄いようだ。隠してあるナイトメアが発見されていないことからもそれはわかる。だがそれだけだ。どうすればいい？黒の騎士団を救い出し、同時にノロを排除する方法は？納得できません。ブルーノを殺したのはあのガキじゃないんですか。これで5人目です。ビクトルなんて奴のロケットに触っただけで。彼は普段から問題があった。殺されるほどではないでしょう。ゼロを名乗る者が現れた以上、我々はよりまとまらねば。仲間を殺すような死神とチームは組めません。チーム？大事なのは任務でしょう。仲間なんて。なあ、復活したゼロってあのゼロかな。さあな。どちらにしろまた見捨てるつもりだろう、私たちを。総領事館の爆発事故原因は？未だ公式発表は、刑の執行は認めるとの連絡があっただけです。ふん、処刑などただの見せしめ。我ながら品のない手段だ。光月らにも動きはないな。現れるでしょうか、ゼロは。出てこなければそれでいい。え？奇跡を起こそうとしないゼロならば、民衆の支持は得られない。そこまでお考えでしたか。しかし、私が現れてほしいと、いや、願っているのだ。いずこかにおられる、我が姫様のためにも。キャメロット所属、ガーフィールド順位です。ギルフォード総督代行はこちらだと案内されまして。入れ。失礼します。キャメロット所属、ガーフィールド順位です。ロイド・アスプルンド伯爵の命を受け、キンメル卿をお連れしました。本日より第五機構騎士団から転属となりました、トーマス・キンメルです。よく来てくれた。ここにまで足を運んでもらってすまない。見ての通り立て込んでいてな。イレブンの処刑でしょうか。ああ、ゼロをおびき出すためだ。キンメル教、君もゼロが現れた時の備えになってもらう。自分が？このエリア11には、ブラックリベリオン時に活躍したランスロットの先行量産機が試験的に配備されている。ヴィンセントですね。うん。騎兵はヴィンセント開発に携わったテストパイロットと聞く。ならば、あの機体に乗るのは君がふさわしいと思ってな。力を貸してほしい。は、はい。帝国の先やりと謳われたギルフォード教に指名いただけるとは光栄です。全身全霊をかけて任務を遂行いたします。これだけの備え、ギルフォード教はゼロが出てくると確信しているのですね。ガーフィールド順位、君がブラックリベリオンの時にダルトン将軍を助けてくれた騎士か。いえ、今となっては男爵位をもらいましたが、平民の出です。それにダールトン将軍を助けたなど、僕はただ居合わせて医務室にお連れしたぐらいです。ブリタニアの軍人として当たり前のことをしただけで。いや、君がいなければ父は式典会場で命を落としていたかもしれない。医療班の医師からそう聞いた。ああ、私たちは君に感謝しているんだ。いつか直接礼を言いたいと思っていた。ありがとう、父を助けてくれて。まさか君がキンメル卿を連れてきてくれるとはな。これも巡り合わせなのかもしれない。そうだな、君にも今回の任務を手伝ってもらえればよかったのだが。すみません、今謹慎処分を受けていまして。謹慎？何があったんだい？スザクに、いえ、クルルギ卿に反発してしまいまして。ラウンズに反発したのか。すごいな君は。クラウディオ、笑い事じゃないだろ。これは失礼。でも彼は入隊試験の時から抜きん出ていたからな。なら
少し君の意見も聞かせてくれないか。ギルフォード卿？うん。ゼロが現れたとしてどんな奇策を用いるかわからん。時には若い騎士の意見を聞くのもいいだろう。ありがとうございます。ではこっちに座ってくれ。やれやれ。なら私はお茶を入れ直そう。ありがとうございます。これは好都合だ。ここで何かしらの情報を得られれば。なぜ合衆国日本をお認めになったのですか。資金上に確認もせず独断で。いかに大宦官の一人とはいえ許されることではありません。ゼロを利用するにせよ、いかなる目算があって。ゼロを利用するなどあってはならぬ。ゼロこそが幸せ。天使様のご意向は。あんな小娘よりゼロよ。ゼロが私を幸せにしてくれるということが絶対の法則。この売国どが。好転すでに死す。ダメだ。殺しも情報操作も偽装もどこをたどってもロロがネックになる。はい。処刑が始まる前になんとかあの情報の裏付けを。このロロの表情、まさか。暗号化されたメッセージ。あいつからもたらされた情報、こいつは使えそうだ。駒は揃った。あとは俺の覚悟のみ。昨日ギルバート G.P. ギルフォード総督代理がゼロに向けて勧告された15時までもう間もなく。かつて黒の騎士団を名乗りエリア11を混乱させたテロリストの処刑が今まさに行われようとしています。部下の処刑に果たしてゼロは姿を現すのでしょうか。現れる。ルルーシュは必ず、そして奥義さんたちを救ってくれるはずだ。ゼロ様、どうか。東道将軍、殺さないで。なんでだよ。ゼロは我々を裏切ったのだ。助けに来るはずがない。絶対来る。あいつが本物なら、生きていたなら奇跡を起こしにやってくるんだ。奇跡か。警戒を怠るな。可能性は低いが C2 の出現はあり得る。奥義要、これで終わりになる。出てこいゼロ。父上アンドリアス・ダールトンの仇。本体から極秘命令です。通信の傍受を避けるため口頭伝達せよとのことですが。あなたの存在お借りしますよ。これはどう受け取ったらいいのかしら。ゼロが現れたら動いてくれていい。我々ならたとえブリタニアに発砲しても知らん顔を決め込めると。悪い取引ではないはずだ。武官と聞いていたが政治もできるようだな。キンメル卿、先行量産機に問題はないか。騎乗が使ったからな。変な癖が残っているかもしれん。大事な機体だ。少しでも調子が悪ければ報告してくれ。こちらキンメル、ヴィンセントに異常なし。行けます。ルルーシュ、約束を果たさなければ殺すだけ。ギルフォード卿。さあいよいよ刑の執行時間です。黒の騎士団の残党に正義の裁きが下されます。ゼロ様、お願いです。どうか奇跡を。イレブンたちよ。お前たちが信じたゼロは
現れなかった。すべてはまやかし。奴は私の求める正々堂々の勝負から逃げたのだ。構え！嫌だ！みんな！動くな。ここから出たらお前も殺される。わかってる。でも！もういい。よくやったよ、俺たち。違うな。間違っているぞ、ギルフォード。来てくれた。でも私たちも手が出せない。どうする、たった一人で。なるほど、後ろに回ったか、ゼロ。ゼロ。大丈夫、クラリスさん。大丈夫、僕がそばにいるから。ギルフォード、飛行が処刑しようとしているのはテロリストではない、我が合衆国軍黒の騎士団の兵士だ。国際法にのっとり捕虜として認めようと。ゼロ出てきたね、やっぱり。でも僕との約束を破ったら死んでもらうよ、ゼロ。いや、ルルーシュ・ランペルージ。ゼロです。ゼロが現れました。なんという愚かな行為でしょう。ゼロが？どうして？本物なのか？決まってるだろ、ゼロ！そういや、処刑の発表はあったけど、それ以上の報道は。いや、でも一人です、ゼロは一人です。ナイトメアフレームに乗っているということは自首が目的ではないのでしょう。しかし一人で戦うつもりでは。ほら、私の言った通りでしょ。なら去年の計画通りにことを進めましょう。ゼロがこのピンチをくぐり抜けられたらだけどね。サヨコは先々のために例の手配準備に入ってほしい。わかりました。先生、私も。そうだったね、好きに押し。ただし死ぬんじゃないよ。はい、では行ってきます。ブリタニア軍側はゼロの。ルルーシュはロロがついています。30分前からスパイラルシアターに。お久しぶりです、ギルフォード卿。出てきて昔話でもいかがですか。せっかくのお誘いだが遠慮しておこう。過去の因縁にはナイトメアでお答えしたいが。外に出てこないんじゃギアスが使えない。君らしいね。ではルールを決めよう。ルール？決闘のルールだよ。決着は1対1でつけるべきだ。いいだろう、他の者には手を出させない。武器は一つだけ。よかろう。私の武器はこれだ。では私はその盾を貸してもらおう。何？それは。これでいい。ボート鎮圧用のシールドじゃ。まさか最初から。自決する気か。いや、何か策があるはずだよな。そうだろ、ルルーシュ。失望だな、ゼロ。どうしますか。寄生虫たる大官、その一人を始末できた借りがある。しかしこれは永続調和に基づくちぎりではない。ゼロが無能ならば黒の騎士団は外交の道具となってもらうしかないだろう。質問しよう、ギルフォード卿。正義で倒せない悪がいるとき君はどうする。悪に手を染めてでも悪を倒すか、それとも己が正義を貫き
悪に屈するを良しとするか。いずれにせよ悪は残る。矛盾、言葉遊びか。我が正義は姫様のもとに。なるほど、私ならば悪をなして巨悪を討つ。イエス、ユアハイネス。これは自信。いや、この作戦はブラックリベリオンの時の。今だ。12歩兵部隊、レベル4の階層コントロールルームに向かえ。ゼロの部下が階層フロアを強制パージしただと。まずいぞ、あれでは展開した我が軍が階層の隙間に滑り落とされてしまう。それだけじゃない、処刑対象が領事館側に。あそこはもう中華連邦の領内だぞ。さすがだルルーシュ、まさかこんな手があったなんて。突入式を取れ。はい、自在戦闘走行機部隊はついてこい。奥義さんたちの救出が最優先だ。アルファ4よりアルファ1、応答願います。アルファ1、アルファ1。くそ、誰か。卑怯な。何が1対1か。何、うわあ。バート、黒の騎士団よ、敵は我が領内に落ちた。ブリタニア軍を壊滅し同胞を救い出せ。同胞、疎開の構造を逆手に取ったか。ブリタニアが体制を整える前に全員解放するんだ。逃げられてしまう、中華連邦内に。我々の目的はあくまで C2 だ。こちらはギルフォードに任せておけ。テロリストが。ブリタニア、ここはね、もう日本の領土なんだよ。日本など存在しない。あっそ、これだからブリタニアは。さらばだ、イレブンのエース。セイタ、この距離で。これが副車波動、懐に入った時に私の勝ちは決まっていたの。じゃあね。よくもアルフレッド。中華連邦の違い封建区だぞ。しかし報道カメラも入ってるんだ。ヴィンセントが。何、ヴィンセントが突入しました。来たか。新型、守れ、ゼロを守るんだ。中華連邦の敷地外から撃て。黒の騎士団の残党を取り逃すな。イエス、マイロード。あの声、あの機体はサファイアカラス。させないよ。こっちは動けない、逃げて。来たか、来てしまったのか、ロロ。やっぱり
逃げるんですね。 C2 を差し出す約束は。ルルーシュ、最初から僕に嘘を。まだ捕まるわけには。僕に未来をくれると言ったくせに、ここで死ぬわけには。任務さえ果たせば未来はつながるんだ。しまった、物理現象は止められない。これは直撃コースだ。こんなところで。やめろデビッド、総領事館に当たったら中華連邦との戦争になるぞ。わかってる。なぜどうして僕を。お前が弟だから。植え付けられた記憶だったとしても、お前と過ごしたあの時間に嘘はなかった。今までのことが嘘じゃなかったって。お前が弟だから。弟、僕が。あの日、誕生日がなかった僕に初めて、それも自分の命が大事だってそう言ったくせに、そんなくだらない理由で。約束したからな、お前の新しい未来。お前の未来は俺と。ゼロ、ここで因縁を断とう。私の一撃で、この鉄槌で。何？どういうつもりか決めるしょ。いや、これは。まさかゼロの仲間か。違う、僕はルルーシが死ぬと任務が。いや、でも何をしているんだ僕は。はい。なるほど、まずい、ビレッタ先生からだ。え、 IM オープンで繋ぐぞ。ロロ君、どこに行っていた。その、やだな先生、トイレぐらい別々にさせてくださいよ。で、何でしたっけさっきの。総領事館の話だろう。ああ、すごい騒ぎらしいですね。いけない、今までのことが知られたら議場から排除される。あの人だって。分かっていますよ、もう危ないことに弟を巻き込みません。当たり前じゃないですか、ロロには人殺しがある世界なんて似合わない。そこまでだ、ブリタニアの諸君。これ以上は武力介入とみなす、引き上げたまえ。ありがとう、カレン。ううん、東堂さんたちもよかった。すまない、迷惑をかけた。苦労したんでしょ。そっちだって。なあ、あのナイトメアは。さあ、あの機体は敵だったんだけど、今のパイロットは私も。ゼロを守ったんだ、少なくとも敵ではないだろう。C2 がいるのに、僕は、もう。最初から、ブリタニアには安らぎはなかったんだ。お前の居場所は、ここにある。落ちたな。こんな資料を司令室に残しているくらいだ。ギアスしか取り柄がないのだろう。こいつのパスワードが役に立つとはな。それに、あいつがもたらした情報。パターンデルタ。そうだ、ゼロの機体がその軌道を取った時、追っているナイトメアを背後から撃て。その後ゼロが脱出したら、相手のナイトメアを完全に破壊しろ。脱出しない場合はその場で待機。ああ、よくわかった。
ナナリーがいるべきところを奪い取った偽物め、散々使い倒してボロ雑巾のように捨ててやる。